河村景明大正15年4月28日は、日本の陸軍軍人、家族、東京英寿総督、王力公軍司令官等を歴任した。官位は、元水陸軍大将十一位大君以降一級施爵。薩摩藩士、野崎吉兵衛の三男として、薩摩に生まれ、後に、河村新衛門家、なおの養子となり河村家を継ぎ、河村玄十郎と名乗る。 撮影戦争、母親戦争に従軍、明治2年4月、薩摩藩不評第一大隊第一小体子頭に就任。明治4年4月に上京し、同7月から後新兵府、陸軍軍曹として、明治新政府に仕える。明治5年7月、陸軍将尉この f 不第二大隊付となり、翌年、陸軍中尉に進む。この間に、 石本新六から不都合を学ぶ一方で陸軍に勧誘する。1874年4月、陸軍大位、広島賃大勤務を命ぜられる。1876年4月、不評第11連隊大隊長心得を拝命し、萩野乱に出生する。翌年2月から政党第3旅団霊下として、西南戦争に出生、戦中の4月に、 陸軍少佐に進み、不評第11、連隊大隊長となる。1882年2月、陸軍中佐、不評第4連隊長の後、熊本鎮大参謀長、第6師団参謀長、参謀本部第1局長を経験し階級は、陸軍大佐に上る。明治23年6月、陸軍少将不評第8旅団長を命ぜられ、同27年8月、 この F 票第一旅団長に移り日清戦争に出征する。校により、明治28年12月、男爵を授けられ、家族に劣せられる。明治30年10月、陸軍中将第一師団長に就任。明治34年4月、伏見宮貞なる新郎の公認として、第十師団長に就任する。明治37年5月から、 日露戦争に出征し、この戦役の際、陸軍大将、王力港軍司令官に就任し法典改選に参加。戦後、軍事参議官兼東京英獣総督となり、訓一等局実党下大受賞、高一級禁止勲章を賜る。明治40年9月、死者区に昇釈する。大正4年1月には、元水府に劣せられる栄誉を賜る。大正8年12月から、 帝国在京軍人会会長を務める。大正15年4月28日、会長在任中に皇居。皇居に最始大訓意喫大受賞が贈られた。墓所は東京都港区南青山、青山霊園。日露戦争中、新たに王力公軍が編成された。この軍団は満州軍とは別に行動できる部隊として、第三軍から、 有望で知られた第11師団を引き抜き、参謀本部が直接指揮に、関与できる部隊として編成された軍団であるの指揮に、従いますと明言し、事実上満州軍指揮下の軍団として、作戦行動を共にすることになる。しかし、王力皇軍は、実戦経験が豊富な第11師団を主軸とは、していたが、実際の主力は老兵を中心とした、神戸役第1師団の兵であり、 編成当時から実戦で使えるものかどうか疑問の声が多かった。河村は指揮も戦闘力も劣ると思われていた、王力公軍を第一戦の舞台並みにすべく行動を始める。あえてわらじを履いた姿で前線の残酷に出かけ、各兵士に気さくに声をかけて周り兵士を舞した。兵士たちも、屈託のない河村の姿に親しみを寄せるようになったと言われる。 川村の工夫と努力によって役立たずと思われていた王力皇軍はよく戦い、特に法天海戦ではロシア軍を指揮するアレクセイ・クロパトキンに日本軍主力部隊と誤認させるほどの活躍を見せた。ありがとうございます。